前走出走後に、まあ、浦河である山口ステーブルの方に短期放牧をまあ出しました今日最終追い切りをまず大いでということになりましたけれどもこれについては先生何かお考えとかあったんでしょうかあのやはりあの左回りが主に使っていましたので、あのー、今回はあの右回りの多いですのでもう一度右回りを練習させようと思いまして、まあ、手前の変える方は少しぎこちないところがありますので。 わざとあの右回りの多いの方に輸送しました。輸送もありましたし、まあ、51秒ぐらいで動いてほしいとは思っていたんですけども、やはりちょっと相手がまあ順を使う馬でしたので、時計がちょっと早くなったのが、まあ広が残んなければいいなと思っております。まあ、全日本がまピークでやはり休み明けの分心臓が多少重いなとそういうふうに私は思っております。休明け含めて年を明けて 先生、馬体の成長具合とかどのように感じてらっしゃいますでしょうかまあ山口ステーブルでも結構時計を出していましたので、まあ、馬体重は増えてないと思うんですけれども、まあ、精神的には大人になったとは思いますまあ先行にこだわらず馬群を嫌がる馬ではないので、まあ、一番の強みは馬群を縫ってこれるという、まあ、末足にすごい期待しております この,間の雲取よりも次の京浜杯を目指して作ってきてたので、まあ、想定内の、ね、前回のレースだったので問題ないと思うし、まあ、中間もうまくいってるからね、まあ、追い切りもしっかり動いてくれたしだからまああの、まあ、出来上がりとしてはぼちぼち、まあ、あのうまく馬自身は作れてるんじゃないかなとうう感じてますけどね中間の追い切りが、ね、すごくやっぱ良かったので,で最後の追い切りはもう本当に調整のつもりで追い切りしたので。 まあ、その前も何本も行っているので、まあまあ、思った時計ではちゃんと来ているのでね、うん、だから、ちゃんとできてあの動けているかなというふうに前回も18こなせているから、まあ、問題はないんだろうけどただ、ほら決闘的に、ね、そんなに長いところの決闘ではないので、まあ、どこが壁なのかというのは模索しながら使ってますね、まあ、2歳チャンピオン来ているからね、まあ、ちょっと胸借りるつもりでちょっとやらせてもらおうかなと思っています、まあここは、ね、しっかり、ね、なんとかいい結果に結びつきたいなとうう思いますよね。 今後のククラシックは変わっってて。くるんでね、それによって、はい、川崎の1600メートルはちょっと忙しいかなっていうイメージではあったんですけども、まあ、しっかりこなしてくれて、上がりもいい足を使ってくれたんで、まあ、上出来だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、馬の状態は叩かれてよかったんで、まあ、どのくらいやってくれるかなっていう、楽しみ半分、うん、不安半分だったんですけどね。はい 前回終わってからすぐ放牧出まして、先月の半ばに気球して、まあここまで順調に乗り込めてると思います。まあ、合わせまして、しっかり上がりも伸びてまあ、満足のいく追い切りができたんじゃないかなと思います。で、まあ、同様時代から上がりはしっかり足を使っているイメージでまあ、こちらに来てもしっかり足を使ってくれてるんで、まあそういうところがこの馬の良さじゃないかなと思います。そんなに点に速いタイプではないのでまあ。 うまく流れに乗れて上がりしっかり足を使ってくれればいいいい結果出るんじゃないかと思います、まあ、自分も,もう京浜杯からはまあ1回タービラスで取れているのでまあこの馬でね2度目取れればいいかなと思っています。